修徳寺は大韓民国中世南道霊山群にある仏教寺院である。寺の境内から九だらの河原が出土したことから元は九だらの寺とされている。宗慶州の五大宗林の一つで徳高宗林と呼ばれている。また宗慶州の第七教区本寺である。古西の金剛王山と言われる特数山の斜面に一致している。 大友殿は1308年に建立されたもので、韓国最古の木造建物の一つと考えられている。総建集は、寺の創建を384年としている。聖史・三国式によると、くだらに、初めて仏教が伝来したのが384年9月である。三国式や、三国維持に、修得時に関する記述は一切なく、 384年創建の根拠は不明である。また、くだらの友明という僧が599年に創建したという説もある。現在のガラン配置は1308年以降に形作られたものである。日本統治時代の1937年から1940年にかけて太陽殿の解体補修が行われたが、その際に発見された書に1308年の 混<金>流と書かれていた。李氏朝鮮の時代、大層による1407年の仏教弾圧の際、存続を許された88寺院の中に、修徳寺という名前はないため、廃寺になったようである。清宗による1424年の仏教弾圧の際も、存続を許された36寺院の中に名前はなく、引き続き廃寺だったようである。1865年に、 総う光空前寺が復興を行い、これにより、禅宗の修行場となった。1970年代になり、一柱門、首郎、混合門などが建立された。ガランは、特数山一帯を占有するもので、その山中に、いくつかのシーンや湯を有し、その門前には、門前町を形成している。柱に匂い玉を加える龍図を刻む、特数山修徳寺と書かれた。 一柱門を入ると、高麗時代の造営という石段にぶつかり、諸院少女、太鼓郎、1973年落景の首郎、高麗時代の建造という三層石塔などを配置する境内に至る。その奥に、太雄殿を配する庭があり、僧の修行のばたる、小連堂に加え、七層石塔、白連堂などの事物をうちに置いている。ありがとうございます。